はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の2つの円丸1をお送りします。で、ここからね、またタイトルちょっと変わってですね、2つの円を取り上げていきます。で、そのスタートですね。で、今回は問題が3問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部3問解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、今回何を解くかっていうと、まあ、2つの円が出てきて、その位置関係をね、考えます。で、位置関係、今回4択にしたんですけど、2点で交わる、もしくは外接、内接、共有点がないの4つです。いいかな。で、これ確かめの方法もすごくシンプルで、まあ、やりやすいので覚えてほしいんですが、まず1番ね。で、今回使うのは半径、その半径2つあるから、まあ、半径半径、そして2点間の距離です。いいね。半径半径2点間の距離で、2点間の距離っていうのは、こいつの中心とこいつの中心の距離です。だからちょっとね、これ書き出しますけど、こっち中心が00、原点だよね、左側で、こっちの中心は4の3か。で、このね、中心と中心の距離をよく公式とかでも使うけど、これ D 使います。で、今回も D って置きますけど、で、これ求めると2点間の距離ね、まあ、公式使うと、まあ、こっち原点だからあれなんだけど、2乗して16サザン学でやるから、今回5だね、2点間の距離が。で、これ5だと。で、こっちの半径3でしょ、こっちの半径2でしょ。で、今回何が成り立ってるかっていうと、 D がこっちの半径足すこっちの半径と一緒になってるんだよね。3足す2で同じでしょ。で、多分ね、教科書とかワークにこんな感じで書いてあるんだけど、 D イコール R プラス R ダッシュです。これはそれぞれの半径ね、半径足す半径と一致したと、2点間の距離が。この時、これ答え書いちゃうね、2つの円は外接するんです。はい、これ覚えてください。で、これ実はですね、図を書くと結構分かりやすくって、ちょっとあれ、あの X 軸 Y 軸書かないからね、適当に書いてしまいますけど、まあ、こうやって円があると、ちょっともうちょっと大きく書こうかな、ごめんね、よいしょ、あ、ちょっとごめんね、飛んでしまった。まあ、こう円があって、で、結局今回外接してるんでくっつけちゃいますけど、まあ、こんな感じ、外接ってね。で、よいしょ、あ、ちょっと待って、どこ行った、あった。今2点間中心と中心のこの距離ね、ここが5だったんだよ。で、半径ちょっと切るよ。今こっちがじゃあ3ね、半径で、こっちの半径が2だったでしょ。で、2点間の距離が5だから、ちょうど半径と半径足して2点間で同じになってるから、くっつくしかないんだよね。だから D イコール R プラス R ダッシュが成り立つときは外接なんです、必ず。いいね、これまず1個目。で、じゃあ2つ目いきましょう。で、次はちょっとね、順番おかしくてこっちになりますけど、またこの円とこの円で考えていくと、これ実は図で考えるとね、分かってしまうんですが、一応ちゃんとやります。で、2番で、また中心ちょっと書き出そうか。左側は同じく原点で、あっちが0のマイナス2か。じゃあこれちょっと距離ね、省きますけど、距離の D イコール、これはルート4だから、つまり2だね、となると。で、それぞれの半径を考えていくと、今回こっち3でしょ、半径で、こっち1じゃんか。だから3足す1で成り立たないんだよね、あれっつって。で、今回何が成り立ってるかっていうと、 D イコール R マイナス R ダッシュが成り立ってるんです。 D って2でしょ、こっち3、こっち1だから、3-1で2になってるんです。引き算したのと一緒になってるっていう。で、この時、引き算したのが一緒になってる時、2つの円は内接します。
筋内接で、内接ってどういう状態かっていうと、じゃあ一応書こうか。これ軸書いた方が分かりやすい。まあいいか、ちょっとね、こう大きく円があると、まあこっちの円とイメージして書いたんですけど、で中心原点でしょ。でこっちの中心0のマイナス2だから、ちょっとこっちにずれてるんだよね。この辺かが中心がいて、半径1だから、あ、ちょっとごめん、はみ出しちゃった。こういう感じです。いいかな、これが内接、中にくっついてるところだね。外接は外でくっついてるんだけど、でこれもね、ちょっと書いていくとちょっと分かりにくいんだけどね、こう書くでしょ。でここが D で、今回2になってる。でD じゃねえや、ごめん、あ、じゃあした書くとこ間違えましたね。よいしょ、ちょっと修正します。よいしょ、失礼。 D は2点間の半径のね、中心と中心の距離なんで、ここが2だと。で大きい半径が3でしょ。でちょっとね、色あえて赤に使おうか。ここです、ここ。ここの半径が1なんだよね。だから大きな半径から小さい半径を引いたものが2点間の距離に一致する。つまりこの状態ね。D イコール R マイナス R ダッシュです。大きい方の半径から小さい方の半径を引いてください。が成り立ってると、こんな感じで内接します。いいね、これが外接と内接。で、あと3番ですね。あ、ね。ちょっとごめんね。で、3番は、こっち側はね、中心わからないんで、一回変形しようか。で、変形ね、いつも通りしていくと、まず3の2乗プラス、引くのは後で引くね。y マイナス4の2乗。で、余計に引いたのが9と、16余計に引かなきゃいけないから、マイナス25なんだよね。で、マイナス25右辺に持ってくると、こうなるか。で、こっちができてるからいいね。じゃあまず2点間の距離出しに行くと、こっちの中心が3の4で、あっちが9の4か。なので D イコール、こっち 4×4 消えてしまうので6の2乗、36だから、まあ、一応書こうか。ルート36だから、つまり D は6になりますね。でそれぞれの半径考えると、こっち5だよね。でこっちも5か。だから足したものも一致しないんだよね。でこっちみたいに引いたものも一致しないんです。で今回はどういう状況かっていうと、この D がね、まず足したものよりちっちゃい。半径と半径足すと10でしょ。10よりちっちゃいじゃんか、6。今回ちっちゃいし、かつ引いたものより大きいんだよね。5-5 って0だからさ、0よりは大きい。でも足したものよりはちっちゃくなってる、 D が。でこの状態の時に答え、これ2点で交わります。いいかな、こういう状態です。で2点で交わるってどういう状態かっていうと、ちょっと今回ね適当に書いちゃいますけど、こうなってて、こうなってる感じ。こうやって2点で交わってるでしょ。いいかな、これが成り立つと。ちょっと今回ね、半径使って説明しないですけど。ね、こういう風になってると。で、一応ですね、これまあ、俺がよく使う図なので、まあ、参考になればぐらいで一応書きますけど、今こうあったじゃないですか、いろいろ。でね、よく俺が書いてたのが、これ本当になんだっけ、参考になる子だけでいいからね、無理に覚える必要ないんだけど、まあ、適当にこんな図をよく書いてて、で足したものでしょ、で引いたものでこうって、まあ、大なりを書くんですけど、ここの部分、ここが2なんです。でこれどういうことかっていうと、 D が R プラス足したものと引いたものの間にいるとき、つまりこの状態ね、足したものと引いたものの間にいるときは2点で交わるんです。で足したものと一致してるとき、ここね、ここにいたら外接でしょ、一致してたら。で引いたものと一致した時に、ここ内接でしょ。で外に、それぞれね、外にはみ出すと共有点がない状態になります。
で、この共有点がそれぞれないっていうのも、こっちはこういう状態、離れちゃってる、共有点がないっていう。で、こっちの共有点がないはこういう状態です。中に入っちゃって共有点がないっていう。で、ここを詳しく分ける先生もいます。実際教科書とかでも分けられてる時もあるんですけど、ひとまずよくね、自分のイメージとして2点で交わるか、外接内接もね、接するって言って一括りする時もあるんですけど、一応まあ外接内接、そして共有点がないというふうに分けられるので、まあこんな感じで、よくこれ俺使ってるんだけど、まあ覚えてもらえたらいいかなと思います。では今回は高校数学数2の2つの円丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、このシリーズもちょっと続くので、次回丸2、またちょっと違うタイプの問題をやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。